レゼントはショコラたちです。やったー。ダメですか？疲れてますか？ずっと大変だった。無理にとは言わない。いいんですか、ご主人様。明日も忙しいって言われるかと。ご主人のエッチ。ちょっと待ちなさい。ショコラちゃんとバニラちゃんだけなんで、ずるいです。まあこんなことになってんじゃねえかと思って来てみりゃ。あのお兄ちゃん、僕たちも我慢してたよ。カショウ、私を恋猫にしたこと忘れたわけ？カショウさん、私もう我慢でき、も、私はこいつらが心配でついてきただけで、別に何も期待しちゃいねえんだけどな。主人、今日で人生が終わっても構わないという覚悟？はは、言ったな、カショウ。腰抜かすなよ。お兄ちゃん、大好き！みんなと一緒に？ちょっと、心。ほらほら、めいちゃん、置いていかれちゃうよ。レッツゴー！星空のキャンドルにそっと願いを込めて、いつかその想いが叶いますように。
どういうことかしら。クリスマスは昨日終わったはずだけど。めいちゃん、お外に行列が。ただいま、配達行ってきたよ。お兄ちゃん、外にいっぱいお客さんがいるけど、どうしたの？主人、電話が来ている。雑誌の電話取材。ご主人様、シュークリームとモンブランとイチゴタルトが売り切れました。残りが少ないです。ティータイムにはケーキがなくにゃっちゃうかも。おい、カショ、ケーキが足りねえぞ。あたしとバニラが手伝っても全然おつかねえ。そもそもお前がフロアでうろうろしてたって何もできねえだろうが。パティシエさん、また猫ちゃんに叱られてる。取材の電話に対応しとけ。モンシナはレジと飲み物の注文を死ぬ気で回せ。わかったわ、無難に答えとく。レジとお茶を入れるの。会計を間違えたら尻尾の付け根をくすぐるからな。んで、バニラ。厨房に戻る。よし、ショコラ、客席のテーブルをいつまで放っておく気だ。
片付け最優先は基本だろ。次の配達に行く前に少しいいか。あと20分くらいなら。よし、20分だけこっちを手伝え。品切れを把握しとけよ。結構多いぞ。うん、わかったよお姉ちゃん。カーショー、ぼさっと見てな。全然足りねえぞ。手を動かせ。はあ、真面目な話、今のままじゃテーブルも人手も足りねえぞ。ネットの評判でいつも混んでるなんて書かれ始めてるぞ。記念日や週末はこの調子でろくに休憩も入れねえ。週一の定休日だけじゃいくら猫でもそのうち誰か倒れるんじゃねえか。ケーキにしてもお茶にしてもスムーズに回すためにもっと機械を使うとか簡単なレシピにするのはちょっとちげえと思うけどな。主人様、ショコラ頑張ります。頑張ってお役に立ちますから。私ももっと早くなる。見てて。僕も頑張るから。お兄ちゃんもっと早く走って配達してくるよ。取材終わったわよ。私ももっと手際よくできると思う。だからパティシエのこだわりの店だってインタビューに答えちゃったんだから妥協しないでよね。カショウさん、私も頑張ります。今のお店が大好きですから。いっぱい頑張って、またカショウさんからご褒美を。あっ、ゆうべのこと申しな。ちょっと黙ってろ。もう歌唱だって今のやり方を変えたくねえんだろ。だよな。いいさ、パティシエのこだわりがねえパティスリーなんざ存在する意味がねえよ。でもそれなら人手を増やさねえとな。それこそ猫の手も借りてえってやつだ。どっかに優秀な猫はいねえもんかな。お困りのようですね、皆さん。兄様、私もお手伝いをしますわ。
半日だけでも助かるってもんよ。あ、しぐれちゃんだ。お手伝い超感謝する。いいえ、半日でも一日だけでもありませんわ。私、ここラ・ソレイユに今日から住み込みで働きます。マジかよ。住み込み、引っ越し、段ボール箱？くれ、ゆっくり食えそうだな。どこまで本気なのか楽しみね。
所ですよ。みんな私の大切な猫たちですから。まあ当然だよな、私らだけ電車で通ってられねえっての。私たちはしぐれの猫だものね。めいちゃんのいるところが私のいるところだから。やったー、お兄ちゃんと暮らせるんだね。わあ、みんなも家族がいっぱい、楽しい。箇所？まさか文句はねえだろうな。その点は抜かりありません。大丈夫です兄様、増築の手配をしておきました。あずきたちは新しく用意した部屋へ。そりゃいいけどよ。ご心配には及びません。私は兄様の部屋です。ベッドを運びます。その手があった。やるわね、しぐれ。うわー、しぐれちゃん大胆。僕もお兄ちゃんと一緒がいいな。おばあさまはおっしゃいました。人生は短い、好きなことを我慢する時間なんてないと。私もう我慢いたしません。私の兄様への愛はノンストップです。しないためにさあ、私の愛を受け止めてください。大好きです兄様。